あるザバダニの町ザバダニは、シリア南西部のリーフ・ディマシュク県にある都市。レバノン国境付近にあり、周囲をアンチレバノン山脈に囲まれた盆地にある。標高はおよそ1100メートルで、盆地内部は豊かな緑に囲まれている。人口は約3万人。南東のアンチレバノン山脈山麓にある首都、ダマスカスに比べると、高原のザバダニは、 気候がより穏やかであり、夏の気温は、ダマスカスより5度から8度は低い。12月から2月後半にかけては、気温は、ダマスカスより低くマイナス10度に達し、雪も積もる。こうした気候のため、ダマスカスをはじめとするシリアの他都市の住民や、湾岸諸国など国外からの旅行者には、人気のある、リゾート地になっている。周辺の小都市ブルダンは、 ザバダニよりも標高の高い場所にあり、何万人ものリゾート客が集まる。ザバダニの住民は大半がスーンニハムスリムで、その他キリスト教徒もおり、教会や修道院が立っている。ダマスカスの近郊にあり、交通の便も良いザバダニは急速に成長している。シリアのボーイスカウトはザバダニに訓練センターを置き、 1954年の第1回アラブジャンボリーもここで開催されている。ありがとうございます。